さあということでパート1の収録終わって、すぐ間髪入れずにパート2収録していきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、やっていきましょう。まずはこちらの、前回、最後にね、説明したんですけど、こちらの円の中に下のカーペットみたいなところに入りながら上のね天井にある絵を見ると隠しステージに入れるんですよ。はい、こちら羽マリオ、さあ見てください皆様。こちらですね、最初のボムキングの、ステージにもあった赤いね半透明のブロックが実体になりまして、このようにですねちょっと三段跳びで、空へ飛ぶことができる。あーはは ZL って言ったのに何 ZL でライディングって、あれ終わった、あいや行けはするんだ。さあそこに3、4個目、さっきちょっと左側に、あーちょっと、あーやばいやばいやばい、これ取り逃しはでかい。終わったなこれ、高い位置の赤コイン取り逃すともう終わりなんじゃないか。わ、羽マリオの操作思ったよりえぐいわ。あ、これ待って、帽子のコーンが開けれる。あはは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 。さあ頑張っていきますよちゃんと。これマジで、あーむずい、あー終わった、もう無理だ、あぶね、ちょっとここマジ取りミスるかと思った。3、4個目しっかり視野に入れてお腹で取りに行く。で、5、6個目もしっかり視野に入れて、あぶね、ちょっと待って、早い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 、あ、いけるいけるいける、あるあるある、あーちょっとやばい、待って待って、落ち着け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 、よし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 、これはいったでしょ、これはいったんじゃない侍、あ、行った侍これ。あ、行った侍ね。うわほい、あぶねー。いやー、難しかった。さあ、これで安心して、空のコースをね、プレイすることができる。さあ、12個目のスター。空に羽ばたけ、羽マリオ、レッツゴー。さあ、ここからです。見えますでしょうか？あそこにね、コインがあって、その真ん中にね、この、真ん中のコインを、おそらく取っていくんだけど、これ気づいた？違う、大砲使うんだ。あれ、これ待って、羽マリオの時間足りるか？いや、足りるな。全然ある。落ち着け、落ち着け。取ります。2、3、2、4、5個？輪っか5個かな、これ。どれだ？あれだ。いけるか？いけたんじゃない？いや、足りる！あ、足りたー！危なーい。ヤフィゴーヤフィゴーってなんだ？オッケー。これで、無事、コース1の、スターは全部取ったと。いうことで、次のステージに行きましょう。バッタンキングの方ですね。ジャンプして捕まって、ジャンプして捕まって、ジャンプ。ジャンプして捕まって、嘘！あんな、押してる間か。ちょ、待って。おい、高いって。トリカゴストーン！ストーン！ドクターストーン！えぐちです。どこだ？影出るっけ？いけるはず！いけた！よいしょー！トリカゴエスさーん！気持ちいい！雪山やっていきましょう、先に。雪山かな？うん。かー、こっちか。ここだー！真ん中の絵が本物だー！さあ、滑っていくよ！で、スライダー滑った先のここ出ると、スターが、ピロリロリーンと出てくるんですねー。Here we go！ 14個目。こいつを運んでいきましょう。親の位置はこっちだったはず。あ、これやばい。ああ、これやばい。いや、あるあるある、全然ある。どこ滑ってんの？ああ、待ってー！ペンギンさーん！で、この下ら辺にいるはず。オッケーイ！死んじゃったかな？あ、生きてるわ。焦りー。あなたとってもいい人です。お礼にこれを差し上げます。あったかくてとても元気になりますよ。危ないことしてる危ないやつに見えるわ、その言い方。さっきはね、いなかった、とある人物、いや、とある、ペン物がいるんですね。さあ、こちらが、私、このスライダーの世界チャンピオン。体でかいけど、とても速いよ。あなたチャレンジします。それでは、レディ。あ、ちょ、喉痛い。いや、厳しい、喉が。さあ、相手が先にね、スタートダッシュするというね、とんでもない、とんでもないことを教えてかすわけですけど。危ない！いや、もう下降りちゃう、これ。さらに下降りちゃう。いや、うまい！うわ、うますぎ！あはー！飛び出すー！ここじゃない？あ、いいんじゃない？お、いけたいけた！うわ、うまいうまいうまい！え、完璧じゃん。
あ、危ない。あすあす。うーわ。プロ。あー、ダメなんだ。ダメダメ。それは来て。ダメダメ。それは。え、でもキノピオやん、これ。なんだ、規定違反って。ショートカットは、マリオカートでも基本だろう。しゃあないなぁ。しっかり滑って買ってやるわ。あ、や、終わったー。あ、終わった。ズル扱い。あ、終わったー。もう、何もかも終わったわ、今。こんなね、ペンギン野郎にはね、野郎なのか知らんけど、負けるわけないんですわ。あ、危ない。いやはーじゃはーん。アウトインアウトをね、しっかり意識していった方がいい気がしてきたので、アウトインアウトを意識していきましょう。説明しよう。アウトインアウトとは、F1 などに、用いられる、運転の手法で、外側から、カーブを曲がって、内側をインコースを、取ることによって、スピードを落とすことなく、カーブを曲がり切ることができるのだ。おそらくそう。ということで、アウトインアウトを意識していきましょう。どういうことかというと、こういった、曲がり方でアウト、イン、アウト。ちょっとアウトできたかったけど。ここら辺はまあいいでしょう。アウト、イン、アウト。まあ、ここはちょっとアウト、イン、アウトは難しいかな。ここよ。アウト、イン、アウト。アウト、イン、アウト。オッケー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 。アウト、イン、アウトできてる。いけるよ。アウト、イン、アウト。アウト、イン、アウト。よしよしよし。アウト、イン、アウト。アウト、イン、アウト。アウト、イン、アウト。アウト、アウト。あー、初ゲームオーバー、ここか。溶かしたな。ペンギンに小突かれるって。あ、ペンギン、ペンギン。あ、危ない。危なー。あー、むずいよ。危ない。あー、あるよ。あー、ここ。ここの切り返し、やばいね。よいしょ。さあ、スタートしていく。ここでコイン集めてるだけの人になってるんだよ、さっきから。いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。ムシムシムシ。ペンギン、ムシ、ペンギン、ムシ。ちょ、やばい、やばい、やばい。ペンギン、ペンギンのケツ邪魔。ある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 。最後ね。最後意識しっかり。内側、内側膨らまない。よし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 。あとは、最後の真ん中をしっかり一度って、オッケー！これはいったね。これは確実。え、危な、お前。体でかいんだから。潰れちゃうよ、マリオ。ひえー、世界記録だよ。すごいよ、あなた。金メダルの代わりにこれあげます。いやー、すごいすごい。すごいもの見たな、ちゃーん。あー、100サンシャインやりたいな。マリオ64はね、DS のあれなんで、記憶しかないんで、どっちかっていうとね、あの、青春は、マリオ3社、あ、嘘！なんで？うわ、すごい。もう、雪ふかふかだ。ここの橋からさ、ギリギリで、ね、あ、いけたいけたいけた。よーし、いけたそんで、このステージは、こいつですね。この、雪玉くんを、頭の下にある位置にね、持っていってあげると。きっと、来てくれるはず。かもかも。え？え、どっか行ったんだけど。で？どう？こう？来い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 。来い来い来た！よしよしよーし！ああ、ここね。え、なにそれ。なんだどっちだあ、リか。やっそうやっそうかと思ったわ。よっしゃ、18個目。ゲッチュー。1、2の3で、ジャンプ。オッケー。B ボタン長押し。ヤバさん！うおお！なんだそれ、最後の。オッケー。オッケー。あ、オッケー。あ、危ない。うお！うわ、危ねえ。めちゃめちゃ危ない。さあ、20個目のスターはどこのを手に入れようかな。まあ、定石で言うとやっぱここの1コース1コースをね、しっかり、クリアしていくと見せかけてここにある穴を入っ。あ、こっち行っちゃうか。こっちじゃねえや。レッツラゴー。よいしょ、来ました。さあ、ここの赤コインをゲットすると、あれこれ待って、まず下のとこに、あれかな、スイッチあんのかな。まずはちょっと赤コイン集めていきましょうか。B ボタン連打とどっちが早いんだろうな。ここは、メタルマリオになるスイッチがあるわけじゃないのか。メタルマリオのスイッチは、どこだっけ？海賊の入り江みたいな、なんかそんな名前のとこ、だったかな。川のところにスイッチがあった気がする、確か。でも違うかな。あれかな、私がやってんの、スターかな。
川のなんか急流のところにスターがあって、メタルマリオでその重くなった状態で川突っ込んで入るとスター止めますよみたいな、そういうあれだった気がする。はい、ということで、無事スター20個目、ゲットしました。この調子でね、ガンガン、スターゲットしていきたいと思います。この動画面白ければ高評価とチャンネル登録、そしてツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。次の動画は配信でお会いいたしましょう。バイビー、さよなら。チャンネル登録と高評価、そしてついでに通知もオンでよろしくねー。